こんにちは日本語クラスです皆さんアルバイトとか仕事の時日本語を使っていますか仕事の日本語ビジネス日本語大丈夫ですかあなたのビジネス日本語は正しいですか仕事は仕事の時では使ってないでも将来使いたい、うん 日本人と仕事をしたいからとか日本の会社に入りたいから日本語を使いたいです日本語を使って仕事をしたいですでもどうやって話せばいいですかとかメールビジネスのメールどうやって書けばいいですかこれどちらも難しいです会話も難しいメールも難しいですはい 難しいです。はい、これ日本人も勉強しますよ。実は、はい、難しいからです。はい、えー、私ズームレッスン、ズームを使ってレッスンをしています。そこでビジネス日本語を教えています。はい、今は毎週日曜日19時、夜の7時から1時間、学生さんと一緒にビジネス日本語を勉強しています。はい、えー、ぜひ勉強したいなという人 えー、来てくだださい、はい、だいたいえレベルは N3 合格したあとぐらいから N3 は大丈夫です持ってますぐらいのレベルの人だったら大丈夫だと思います。はいいかったら来てくださいということで今日は、えー、YouTube でもうちょっと YouTube でもちょっとビジネス日本語を皆さんに教えようと思います。ははいい今日日初めてしますビジネス日本語はいじゃあ 今日の問題はまあ一つの例ですじゃあやってみましょうはいこれです見えますねはい、えー、私も読みますちょっと待ってくださいはいじゃあ今日のこれが問題ですえーはい行きましょう、えー、取引先からもうこれ難しいですねはい 取引先はこれは自分の会社と相手の会社一緒にビジネスをしている相手の会社のことを取引先と言います。はい。取引先から追加注文の電話がありました。電話です。ビジネスの電話。難しい。はい。もう友達と電話日本人の友達と電話するのも簡単じゃないですよね。顔が見えませんから。何？ 怒ってる笑ってるわからないでもビジネスですビジネスの電話これはもっともっと難しいですはい、これも私のズームレッスンで勉強していますじゃあこれが一つの例ですいきますよ今日取引先の人と私電話で話します取引先の人が言いますすみませんが先週発注した商品を50個追加で送っていただけますでしょうかはい。 うん <laughs> はい <laughs> なんと言いますかはいもうここが全然わかりませんという人ねはい、えー、頑張りましょうはいと <laughs> 先週発注注文しましたあの意味ですね、えー、これ発注とビジネスで言う言い方ですえー、50個もっと送ってくださいと言っています送っていただけますでしょうかいただけますかじゃなくていただけますでしょうか とても綺麗な日本語です。ビジネスでは綺麗な日本語を使います。はい、これですね。じゃあ、はい、うんうんうん。ここで、はい。ここ、はい、オッケーですの意味が欲しいです。はい、オッケーです。でももちろん、はい、オッケーです。ビジネスで絶対にダメです。ダメです。はい。えー、じゃあ何と言いますか。えー、答えこの中に一つだけあります。 読みますいきます。かしこまりますかしこまります承知いたしました承知いたしました承知です承知です了解しました了解しましたはい、どれがいいと思いますかはい、聞いたことがある日本語中に入ってると思います、うん、はい、一番いい答えは の中ででこれです「承知いたしました」「承知いたしました」が答えです。これです「承知いたしました」「承知いたしました」は承知するという動詞です。意味は「分かりました」の意味です。「いたします」は謙譲語ですね。謙譲語。「承知する」「する」じゃなくて「する」が謙譲語に変わります。「いたします」になります。だから承知 いたしますこれで一つの言葉わかりましたはいわかりましたはいオッケーですの意味ですこれねはいわかりましたじゃあちょっとこっちいきますかしこまりますこれちょっとだけ日本語違いますねかしこまりますじゃなくてかしこまりましたですねかしこまりました はい、聞いたことがありますね、これね、はい、かしこまりました、かしこまりました、かしこまりました。ちょっと日本語、あーね、言いにくいですね、難しい、かしこまりました。はい、これだったらオッケーです。これだったら100点。でも、かしこまります。違います。日本語にありません。私が作りました。ないです。はい、えかしこまりましたか、承知いたしました。どっちでもいいですよ。答え。 これはダメですよこれはないですよじゃあこれ見ましょう、えー、上司とか取引先ビジネスをしている相手の会社の人ですにその人には丁寧に話しましょう綺麗な日本語で話さなければいけませんそれ一番綺麗なのがかしこまりました次が承知いたしました承知しましたこれですね 上が一番丁寧です。はいえー、たここ先輩でもいいですよ会社の先輩でもいいですこれ使いましょうね、はい、そしてこれ同僚に同僚は何ですか同僚は一緒に働いている自分と同じレベルの人先輩じゃないです上司じゃないです自分と同じ社員の人レベルが同じ人はい この人に何と言いますか。この時もはいオッケーです。じゃあダメです。わかりました。言いましょう。はい。これ使ってください。はいオッケー。友達に言います。はい。ビジネスは友達じゃないです。違いますね。これ大事ですよ。ぜひ皆さん覚えて使いましょう。では、えー、ここまで説明しました。オッケーですね。これかこれ。じゃあ後の2つ？え？ でも見たことあるという人いるかもしれませんね承知ですこれは言葉の意味がわかりましたの意味じゃないですはい行きます承知です読み方ですね承知ですこれは何々を承知ですと言ったら何かをもう分かっています知ってます私知ってますよという意味になります はい前から知っているの意味ですだから例えばこれですこの計画がうまくいっていないことは承知ですそうです知ってますこのビジネスこの計画うまくいっていないんですよねはい知ってますという時に承知ですと言いますだからここで承知ですはい知ってますもう知ってますよと言ったらここねはいもう知ってますよ すいません50個もうちょっと送ってください」と言ったら「はい知ってますよあなた足りないですよね私送ろうと思ってました」その意味になってしまいます。違いますねダメでしょうだからここは「承知です」です使いませんそして最後「承知じゃなくて漢字が違う」 了解しました了解しましたこれ日本にいる人よく聞いたことがあるかもしれませんはいこれ了解するという言葉ですね意味は分かったはい分かりましたの意味ですそうなんです了解ですこれは承知する分かりましたと意味は同じになりますはい分かりました実はとても もっと詳しく説明すると意味ちょっと違うんですけど簡単に言うと確かに同じです分かった承知すると了解意味同じと考えていいですよ。ですが気をつけてくださいこれ日日本本人人もたくさんの日本人間違えていますこれですね上の人に使う自分の会社の上の人上司とか、えー、または外の、えー 取引先ですビジネスをしている相手の人に使ったり自分のお客様私ホテルで働いてますホテルのお客様に使いますお客様にあはい承知承知しましたやめてください使わないでくださいはいこれ日本人でも使っている人が多いです実は。ですがこれは実は 丁寧ではないと言われています。はい。使わないでください。はい。えー、簡単に言うと間違えた使い方です。はい。理由はありますが今細かく言わないです。だけど、えー、例えば承知いたしました。承知しました。承知あ承知じゃないですね。了解です。失礼しました。了解いたしました。了解しました。了解です。これ全部使わないでください。 上の人に使わないいでください、はい、そしてこれ使ってるとつい慣れてしまって習慣で使ってしまいます会社でも例えば同僚にも言ってしまうとか同僚にさっきね同じレベルの同僚に言う時も使ってしまうかもしれない同僚に言うのはまだそんなに変ではないんですが同僚にも言うとやっぱり 口が覚えてしまいます頭が覚えてしまうから使わない方がいいですわかりました使いましょうもうこれは忘れてくださいこれうん、うん、頭からさようならしてください日本人が言っていてもあれは使わない方がいい日本語と思ってください使わないでください気をつけてくださいはい、えー、メールを書くときも同じですよメール書くときもこれは使わないはいお願いします頑張ってください、えー、こういうことが あるんです日本人も間違えているビジネス敬語間違えてる実はたくさんありますはいですのであのー、だから日本人も勉強するんですはいビジネスの、ね、本を読んだり本当に読に読んだり先輩に聞いたりして勉強するんですよそうです えですので、えー、もちろんん皆さはは全然わからないいと思いますすすそそれはそうです、はい、ですのでの、えー、私クラスでやってますのでもしよかったら一緒に勉強しましょう。えー、勉強しないといけないことしなければいけないことビジネス日本語たくさんあります。テーマがいっぱい。はいえー、会話もそうだしメールの書き方もそうですしいっぱいルールがあるから。 ここここのの時時はははれれ使うこの時はこれはダメ同じ使い方ダメですとかあります、はい、またはこの人に使っていいけどこの人には使ってはいけませんとかあります、はい、えこれはきれいな日本語使いすぎです同僚だからそんなにきれいな言い方しなくていいですよとか後輩にはそんな丁寧な言い方したら反対に変ですとかいろいろあります。はいでですので、えー 勉強するることいいっぱいあるんですね、はい、ですので私もすでにクラスの人と毎週勉強してますのでもしよかったら勉強しましょうクラスの人ですねあの私最初心配だったんですこれ勉強難しいからなレベル高いから大丈夫かなと思ったんですが今一緒に勉強してる方みんな本当にとっても頑張ってます。毎毎週毎週ちゃんと勉強ししててきますね準備してくる、うん 今日は新しいことこれねもう予習してきたから大丈夫とかねそうなんですいろいろ私も宿題出しますのでち、えー、ゃんとあの皆さん勉強して一生懸命勉強しますよ毎週毎週ちょっとずつ本当に皆さんレベルがアップしてますすごいはいですので私も授業しててとても楽しいですとっても楽しいほんとに、はいえー、会話の練習そして、えー、会話ロールプレイもしますじゃあ実際練習してみましょうね 私と練習する時もあるしこういう時こうやって言いますねじゃあちょっと話しますよはい行きます321はい話してみるやってますで話したあと私がさっきのここはこの方がいいですねとか自分でどう思いますかとかいろいろ聞いてこうよくしていく練習してますそしてメールですねビジネスメールーこれも難しいはいルールがいっぱい はい覚えなければいけないことたくさんありますが少しずつちょっと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 ねずつ毎週毎週勉強してますはいぜひぜひよかったら来てください、えー、毎週日曜日19時日本時間19時からやってますはいえー、そして私こういったズームレッスンとかビデオレッスンもやってますズーム時間が合わないですっていう人もいますからねえー、例えば リーディング N2 のリーディングとか N1 のリーディングこれ JLPT に合格するためですはい、えー、これ全部、えー、Zoom のレッスンをしていますはいそしてこの2つはあのビデオのレッスンもあります Zoom の時間に合わない人はこちらに入っていただいていますはい、どちらもとても人気がありますはい ぜひぜひ私の,あのレッスン使ってまずこちらだったら JLPT 合格してください。でこっちはね会社で変な日本語使わないで恥ずかしいですよ、ね、勉強しましょうそしてどんどん日本語上手になるとやっぱりあなたいいね,ね新しい仕事これもやってこれもやってあなたのビジネススキルも上がるそしてきっと将来あの給料も上がりますね 日本語ビジネスあのビジネス日本語できる人は、うん、自分の将来のためにもしっかり勉強しましょうはいえー、6月からですねこのズーム入りたい人、えー、申し込みしてくださいそれは日本時間の5月15日月曜日14時まで2時です午後の2時までに申し込みをしてくださいはい、えー、申し込み方法はこれですこのアドレス下に このビデオの下にディスクリプションあります。そこから申し込みをしてください。Zoom レッスンもビデオレッスンも同じリンクから申し込みができます。はい、待ってます。え、5月からごめんなさい。えっと6月今だともう5月は申し込み Zoom レッスンは終わってしまったのであの申し込みできないんですけど6月から来た人ね。はい、できるだけ早くこれより早く申し込みしましょう。はい、待ってます。 はえー、私、えー、ツイッターもやってますこういう連絡をツイッターでもしていますので、えー、ぜひぜひ私をフォローしてくださいあのー、この名前ラーニングジャパニーズアットマーク日本クラスは下にもリンクが書いてありますそこからジャンプしてフォローしてくださいはいえー、私他にもたくさんビデオ YouTube ビデオありますのでぜひ、えー、ビデオを見て、えー、たくさん勉強してくださいじゃあ今日は、えー、終わりますまた勉強しましょうありがとうございました。